まずはこちらをお聞きください。結んで開いて手を打って結んでまた開いて手を打ってその手を上に結んで開いて手を打って結んで。これは誰もがご存知の童謡「結んで開いて」です。幼稚園や保育園などで歌ったことがある人も多いのではないでしょうか。作詞者は不明ですが、作曲者はフランスの思想家ジャン・ジャック・ルソー。実はこの曲は外国生まれの曲です。最初はオペラ曲として作られましたが、イギリスで歌詞が付けられ賛美歌グリーンビルとなりました。アメリカでは別の歌詞が付けられ大衆歌となりましたが、日本には賛美歌グリーンビルが伝わりました。日本ではこの賛美歌に独自の歌詞が付けられ、君の導き、あ、君の気になる、あれのに、迷える、イエス、君の他に、と複数の曲が生み出されました。この曲に大きな転機が訪れたのが明治14年、見渡せばという小学唱歌として発表されました。それがこの曲です。見渡せば青柳、花桜、こきまぜて、都には道も背に、春の錦をぞ、さほ姫の織りなして、降る雨に染めにける、見渡せば山辺には、尾上にも麓にも、薄き苔もみじ場の、秋の錦をぞ、たつた姫をりかけて、つゆしもにさらしける。この曲の曲名は見渡せば、歌詞は日本の春および秋の美しさを歌ったものです。佐保姫は春の女神様、竜田姫は秋の女神様です。古今和歌集の和歌見渡せば、柳桜をこきまぜて、都ぞ春の錦なりけるをもとに作られたそうです。しかしこの見渡せばは明治28年に別の歌詞が作られたことで、そちらにとって変わられてしまいました。その曲には振り付けまであったそうです。それがこの曲です。見渡せば寄せてきたる敵の大軍、面白や、すはや戦い始まるぞ、いでや人々攻め崩せ、弾込めて打ち倒せ、敵の大軍打ち崩せ、見渡せば崩れかかる敵の大軍、心地よや、もはや戦い勝ちなるぞ、いでや人々追い崩せ、受験つけて突き倒せ、敵の大軍突き崩せ。当時の日本は日清戦争、日露戦争の時代でした。優雅で格調高い見渡せばよりも、勇ましく振り付けもあった戦闘歌の方がもてはやされたそうです。こうして日本の自然の美しさを歌った見渡せばは忘れられていきました。そして戦後、少しでも戦争に関係あると判断された曲や勇ましい曲などが次々と消されたり、歌詞の変更などが行われました。そしてこの曲にも
その波が及びました。自然を歌った見渡せばと戦争を歌った戦闘家のどちらでもなく、結んで開いてという新たな童謡へと生まれ変わったのです。しかし戦争とは全く関係がない見渡せばではなく、なぜ新たに結んで開いてを作ったのでしょうか。見渡せばと戦闘家の歌い出しが同じであるため、小学唱歌に見渡せばを採用しても戦闘家を想起させてしまうと判断されたのかもしれません。結んで開いての作詞者が不明であるのも何か関係があるのかもしれません。日本の自然の美しさを歌った見渡せば、消えてしまうには惜しい曲だと思いますが、いかがでしょうか。